ございましてですね。今日は暖かいですね。暖かい。まあ暑いもんね。暑い暑い。外は明るいですしね。明るくなったっていうか、まあね、放送時間が変わってからね。時間も早くなりましたからね。いや本当っすよ。長くなったんで。いやいやいや。うん、夏に向けていいね。まあ半袖でいけるもんね。そうですね。はい。もう皆さん忙しそうで何よりですけど。ありがたいことです。やっとね。そうです。あ、コロナも明けてね。今日は明けてだいぶお仕事もいただけるようになりまして。いいな、頑張りたいな。イベントも目白押しですね。目白押し。目白押し。目白押し。目白でも何でもいいですけど、張り切っていきたいと思いますよ。はい、はい、パーソナリティ私、日本新劇俳優協会会員、フリーで活動しております。並びに新進気鋭のプロレス団体 PPP 東京、営業部部長を務めております、沢村一番。はい、東京演芸協会ラッパマンダーのトリトン海野でございます。はい、謎かけ大好きキャサリンでーす。というわけで、はい、お待たせいたしました、はい、本日も行かせていただきます。どうぞ。はい、大人気トリトン海野さんとかけまして、なかなか治らない鼻風邪と解きます。大人気トリトン海野とかけて、なかなか治らない鼻風邪と解く、うん、その心は、なかなか咳が取れません。え、すごく良くないですか今日。東洋館はガラガラでございます。いくらでも空いてますから。大人気って言っちゃダメだと思う。まずそこがダメだったんじゃないの。あ、そうか、違う、トリトン海野さんの寄席って言わなきゃいけなかったんだ、うん、どっちだってダメだろう。ガラガラって言ったらもうイメージ的に、まあ、ガラガラって言ったら東洋館に言わないけど、今日はね、もうすごいよく できたと思ったんですけどね。あのね、謎かけってのは本来もう基本が分かってないんじゃないの。なんでなんで、もうそっから咳と咳をかけたんですよ。生放送でダメ出しされてね。咳と咳をかけたのは分かるけど、うん、咳が取れないって、そういわゆるもうよいしょですよ、私のよいしょ。分かってますよ、だからよいしょ言うてるわ、この人。咳が取れ、分かる分かる、意味は分かりますけど。いやいや、俺も分かるんだけど、ね、どうなの。面白いですか、皆さん。ちょっとあの、この最高、このキャサリンの球団集会しなくちゃダメですね。そろそろちょっと首も確保しといてもらった方が、今シーズン限り。お願いします、ね、お願いします。もうね、時間を無駄にしたくないの。50分しかない、はい、だからね、はい、前も言ったけど、はい、いや、謎かけというのは、はい、例えば お坊さんとかけて新聞紙と解く、はい、その心は今朝来て今日読むみたいなね。それはね、これはもう本当、これは、まあ、これはもちろんすごい、あ、まあまあ、根津さんもこれを聞いて始めたっていうぐらいの大名作、メジャーなやつ、ね、ね、これぐらいでかましてくださいよ。はい、まだ諦めちゃダメだよ。来月やろう。来月、はい、次行きましょう、次。気を取り直して。諦めなきゃ夢は叶うからさ、まあ来月もやって、いや、わかんないけど、来月もやってみてくださいな。はい。はい、はい、じゃあ告知から行きましょう。まず私からお願いします。はい、はい、もう、あさって。僕明日大阪行きます。これのスタッフなんで。すごいね。はい、インテックス大阪 PPP 東京公演でやります。公演ね、うん、はい、コミコンでやるんで、うん、もう何万人の人が来るらしくて、この物販さばくの超大変みたいなんですよ。もうかつて の, あの某 J 企画でいろいろ僕さばいてたあれを思い出しますね。ほうほうほう、はい、物販頑張りますよ、ね、物販で行くんですか。で、物販の、はい、お手伝いスタッフで行きます。はい、はいはい、5月4日で夜行バスで行って、夜行バスで帰ってきますんで、大変だ。はい、0泊2日で頑張って大阪行ってきます。よろしくお願いします。はい、はい、大阪の人ぜひインテックス大阪見に来てください。よろしく。次行きましょう。はい、そして 5.27 ももう、はいはい、前カードも発表されました、うん、新宿フェイス、こちらもぜひね、チケット絶賛発売中。あの VIP 席、おなじみのハレンチシートは売り切れました。おお、はい、毎回 VIP から売れていくというですね。嬉しいですね。はい、ハチスケンタロも出ますんで、はい、女性だけじゃないんですね、これ。はい、男子も出ますよ、うんうん、男子女子両方出ますんで、イワちゃんは何らかの形でまた絡んでくる可能性はあります。はい、キャサリン待ちしてますからね。はい、行きますよ。はい、よろしくお願いします。 5.27 新宿フェイス。そしてこれね、毎月僕が第4土曜日、はあ、これね、ちゃんこなの、海野さん、うん、あの着物の店なんですよ、はい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 、でばあちゃんこでリーゼルドーズパーティーって言って、致死量の宴っていうのをやってまして、致死量まで飲みながらプロレスラーとトークしようっていう、
摂取量飲みながら、はい、ね、敵だった僕はあのクレーナーをめっちゃ飲みながら、まだ生きてますね、大丈夫ね、はい、よかった、はい、でこちらあのファイヤー勝美選手と葵選手に来てもらって、司会進行僕がやらせていただいてるので、毎月第4土曜日の、館内のバーちゃんこというお店で、やっております。店主が、この僕らが着ているいつもこの T シャツのデザイナーが店をやっておりますので、ぜひぜひね、こちらの方も第4土曜日致死量まで飲みに来てください。よろしくお願いします。さて次、これ来ましたよ、これだね、もうお似合いですね、海野さん、どう楽しかったですね、楽しかったね、まさかのこれ衣装貸してくれるんですか。そう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 、着させてもらって写真撮れるのよ。へー、まあ、メイランはまあこういう感じだってやってんだけど、うんうんうん、こう歌舞伎町のなんかいいところであったよね。もうね、大久保から歩いてきてここは日本かと思いましたよ。人街ばっかりね。いや多いね、もう今本当に人街で外人さんめちゃめちゃ多いから本当にもうすごいわ。そうで、まあモンゴル料理を食べながら、うん、まあこのゲストにも出演してくれたこれモンゴル人のオペラ歌手、うん、メーランさんと一緒に、はい、モンゴル料理を食べようかい、ついに行ってきました。僕ら以外は、うん、あのブラジル人、みんなブラジル、 なぜだなぜかブラジルの日系人ばっかりで、まあまあ、にそうブラジルにこうあの人、あの人なんだ、ダイゴさんとかね、ダイゴさんも、まあ、来たし、あとは僕の友達のギタリストの庄司君とも久々の再会をしましてですね、はい、はい、楽しくやりました。どうでしたモンゴル料理、美味しかったですよね、うん、酒が度数が強くてね、そう60度の酒本当まさに致死量の回ですよこれ口つけられないじゃないですか、はい、ね、結構でも皆さん飲んでたね、あの時結構飲んだし、あの羊の肉食べてた、ね、食べてた、であれね、まあラジオで言うのもなんなんですけどね、うん、あれはなんかいい感じでこう性が勢力がつくっていうの。そうなの？なんかそんな感じがした。あ、本当ですか？うん、まあ、効果ばっちり。うん、まあ破産するとこないんですけど。まあ確かにね。結構濃い酒をね、海野さんチビチビやってるから、珍しいなと思って、うん。まあ美味しかったですよね。うん、ペースが早く飲んでたからね。うん、もう僕らの結構ハイボールめっちゃ飲んでね、最後は。はい、で羊の肉にはお醤油かけたんですか。かけてない。ちゃんとね、そこら辺はメールに気を使ってね。なるほど。はい、まあ、ちょっといろいろいい話もできましたので、はい、はい、こちらを見た顔だ。はい、前回かな、うんうん、あの来てくれましたメキシコ人のジョバニーさん、はい、とニコラス君、はい、とリリアナちゃん、はい、と3人組タコス屋、うん、でメキシコの春祭りっていうのを上石寺でやってまして、うんうんうん、食べに行ってきました、はい、私で。あの真ん中に右から2番目にいるのがお母さんなの、うん、ジョバンニの、でお母さんがめちゃめちゃ料理うまいのよメキシコの、でお母さんが作ったこうタコス、うんうん、超うまいの。え、日本に住んでらっしゃるの、もちろんお母さんも、うん、お願いします、次の写真、おばジョバンニと一緒に撮ってもうね、僕が行った時はトウモロコシのビール売り切れちゃってて、あら、うん、もうないって言われて、うん、まあしょうがないからコロナを飲むっていうね、うん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 、はい、いい感じで盛り上がってました。次行きましょう。これ美味しいよ。こタコス、海野さんめっちゃうまい、じゃうまい、この肉も。これがタコスですよ。辛くないよ。辛くなるのはね、自分で加工調整しするよみたいな、あのタバスコみたいなのかけて。僕もいけるかな。うん、全然美味しいと思う。やっぱあのこれ包んでる生地っていうの、うんうん、これの彼らが作ってるから、それがやっぱとてつもなくうまかったです。うん。うん、美味しかった。メキシコもよ、モンゴルにメキシコに堪能してまいりました。はい、ありがとうございます。そして私終わりかな、うん、はい、じゃあ次はキャサリン、よろしくお願いします。ドン、どうぞ、はい、では、はい、はい、キメラゲームスお台場開催決定ということで、うん、2024年5月18、19日と2日間、お台場でイベントを行います。これももうすぐだね。そうです、はいはい、こちらね、ありとあらゆるカルチャーや、アクティビティの体験はもちろん、音楽ライブやモータースポーツからショップ、フードまでさまざまなコンテンツが目白押しのイベントでございます。で、うん、なぜ私がこれを告知しているかと言いますと、はい、私が所属しておりますダンスチームマダムネーションがこちらに出場いたします。じゃあ踊るのキャサリン。そうです、こちらのステージで、ね、大和市からお台場にすげえな、大出世だな。そう、ほら昨シーズンはね、うん、関東予選をまさかの準優勝で勝ち抜いて、ね、全国大会に行くという快挙を成し遂げた私たちでありますが、はい、うん、今シーズン新たにスタートいたしました。はい、次の写真お願いいたします。はい、
でね、新しい衣装こんな感じでね、お新しい、あの今度はねレディーガガを踊りますよ。レディーガガ踊る、この衣装でちょっとピコ太郎もいけるという感じで、ね、なるほどね。なんかチョイスが古くないか。まあ、はい、マダムネーションだからしょうがないんじゃない。とりあえずあの、はい、マダムネーションのメンバー私でね、ほらワコちゃんもいるじゃん、あいるじゃん、カエルさんもいるし、はい、もうちょっと、ね、本当メンバーいるんですけども、この間、ね、まあ、さすがにマダムネーションって感じの年齢層だね。そうよ、みんなオーバーフィフティですからね。おすごい、みんなでもねもう元気ですよ、すごい、本当に踊りもうまいし、うん、というわけで今年もこのイベントからマダムネーションスタートいたします。お踊るんだ、そうよ、ベリーガガ、はい、でもう今年こそ目指すは世界ということで、うん、はい、はい、頑張るので、ね、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。謎かけはやっちゃダメだよ。踊るだけにしてくださいね。はい、次お願いします、はい、はい、そしてこちらなんですが、うん、実はこちらが私の本職、はい、カフェでございます。本職になりましたよ。ね、あのカレーをね今キャンペーンをしてるんですよ。お、はい、あの1ヶ月間の半額なの。そうなんです、1200円のところが600円でございます。こちらのカレー、ご飯は無農薬の、酵素玄米を使っております、うん、で野菜盛りだくさんなので1日の半分以上のお野菜が取れる。美味しそうだね、うん、でビーガン対応しておりますので、あのお肉が食べられない方も安心ということで、こちらねお野菜は、農家から直営している、はい、野菜を使っております。素晴らしい、はい、1ヶ月も半額でやれるんだったらこの値段が妥当なんじゃない。そうもともともないよ、何をおっしゃる、まあまあ、ほら大キャンペーンですよ、農家直営だから1200円しちゃうんですよ。もうね大変なんですから、そういうこと言わないな。はい、次の写真、もう 俺、はい、俺が言おうとせっかく我慢してたのに、ね、さん平気で言うからな。こちらカレーでございます。こんな感じのカレーでね、うん、あこれが600円なの。そうそう、 これね酵素玄米とカレーだけが600円で、これトッピングし、はい、各種トッピングしてるんですよ。目玉焼きとかじゃがいもとか青菜をね。海野さん見た目でこれいくら。1200円です、はい、そうだよね、カレーはこんな感じでございます。1200円です、はい、次をお願いいたします、はい、でね、店内はこんな感じで広々としたスペースで、おお結構おしゃれじゃないですか。ゆっくりと くつろげることができます。中野でしたっけ。はい、東中野でございます。で隣が店舗でございまして、野菜の方は、農場から直送されております。あ、そう、野菜も売ってるの。野菜売ってますし、いろいろなね、ここで働いてんの。そう、昼間、昼間、はあ、すごい偉いでしょ。偉い偉い、もう夕刊マダム卒業しましたが。、はい、というわけで、カレー、その隣の喫茶店にもいますので。なるほどね、はい、カレーをやってますので、ぜひカレーを食べに来てキャサリンと握手ということで。このなんか時代のあだばらペッパー君もいるしね。今ね彼引退しちゃったの。あ、そうか、今誰ですかペッパー君って。その人すらわかんないよ。というわけで、はい、キャサリンからは以上でございます。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次は海野さん、はい、私5月の3日明日でございますね、なんだっけ、小平ふるさと村の古民家とかがあるところで、これもなんか毎年やってますね。これも3回目、うん、3回目、うん、浅草昭和パラダイスと、まあ板橋区民鳥と海の稽古が、うん、それぞれ芸やった後に浅草昭和パラダイスをやるという。やっぱさ3人がそれぞれソロでもやってるから、そう、まあ、僕らは安いのよ、うん、僕ら雇えば自分たちで全部1時間回せるから、ね、はい、ということに出てきて、その日の夜は次です、うん、もうこれも3年目鉄砲水稲荷神社ね、これ同じ部からこっちに移動してやんのこれ。しかも同じメンバー。そうそう。だってでも去年までは昼の部夜の部やってたんだけど、今年は他にもいっぱいいろんなのが入れちゃって、うんうん、あの朝ね林あずみさんってすんごい美人なね、太平洋の一番でしたんだけど、あの三味線をやるね美人すぎるあの漫談の方が僕らの前に出るんですけどね。うん、それは昼間、はい、昼間なんですか。夜。あ、夜。林あずみさんは5時半ぐらいから出るのかな。ずっとこう投資で何とかいろいろいろんな人がいろいろやってます。いいですね。はい、でその次の日の4日も夜、違うまだもう一回戻してあ、ね、そう4日も、うん、は昼夜だったんだけど夜だけになりましたけど、またやります。両方出るんですね。はい、2日間2、うん、デイズですよ僕らは。すごい。だけは、うん、はい、はい、じゃあ次ですお願いします。でこれはその次の日5日の日は、青戸の熊野神社、あの八田ガラスですね、僕がメンバーになってる、はいはい、あそこの主催の、この熊野子供祭りということで。あのバイオリンストのパンちゃんとか、あ、その人だから紹介してほしいってずっと言ってるんですよ、ね、あとバルーンアートとかパフォーマーとかいろいろやって、板橋組は漫才をやると、うんうん、はい、そんな感じで僕はだから浅草昭和パラダイスだけ
恵子さんも、恵子さんは来ない、恵子さんは忙しいんで他の仕事が入っちゃってて、うん、まあ、あの人5月5日にあの抑えるなんて無理ですよ、なるほど、仕事持ってるから、うん、その代わりパンちゃんと一緒にやります。パンちゃん紹介してほしいなっていうか出てほしいなラジオ、あ、頼めば出るんじゃないかな、なんとか打ち、はい、はい、ということで、はい、もう15分になったんでそろそろもう告知はこんな感じで、はい、はいはい、忙しいっすね、手3日間だけですよ、まあまあ3日だけ、これが毎日だったらいいんですけど、ね、確かにねじゃあまあ、 あの、はい、今日のねゲストを早速呼びたいと思いますけれども、はい、ロングホーン尾崎、はいはいはい、エロゲーエロゲーこの間出ていただきましたね、はい、ちょっと5月ゴールデンウィークでちょっとなかなかゲストが捕まらないんですけど、どなたか言えないかなって言ったら、いやいると大丈夫だろって、いやギャラないよ、あ大丈夫だと約束を壊せれば大丈夫ですみたいな尾崎から言われて、あそれならぜひということでお願いしされたんですが、はい、こう皆さん東京演劇業界の方、そうですね、もちろん面識は、まあ何回か挨拶したぐらい、挨拶したぐらい、うん、それは仲良しじゃない、そういうの仲良しじゃないんだ仲良しじゃない、まあまあ僕らの俳優協会も全然こう、はいはい、会ったことない人がいっぱいいますからね、はい、じゃあまあ、じゃあ今日この機会に仲良くなっていただけるから結果してるわけじゃないですね、あんまり行き合わないって話、あ、まだ行ってないじゃあもう早速呼びたいと思います、はい、東京演芸協会所属トルキヒカルさんです、どうぞ、はい、どうもありがとうございます、トルキヒカルです、よろしくお願いします、いやいや先輩方、はい、ちょっとちょっと何ですか、ほんと一番さんも俺めちゃくちゃ暇な芸人梅野さんももうそんなもう仲良くないねみたいな、そんなもう今日よろしくお願いします、今日仲良くなりたいんですから、ありがとうございますよろしくお願いします、いやもう演芸協会でいつもお世話になってて、あそうなんですね、理事ですか、裏の仕事さえしていただいて本当ありがとうございます、もういつも本当一番さんとはもうあの初めましてなんですけど、そうですね、エロ芸人からご紹介します、よろしくお願いします、お願いします、こんな感じでお方でございます、喋りのリズムがいいですね、いやすいません、それリズムだけいいって一個も思わない言われるんですけど、周りからね、はい、よろしくお願いします、もうね、皆さんこう芸というかこう舞台とか見られたことある、1回か2回あるかな、1回2回かぶったことがありまして、うん、東洋館で、東洋館で、東洋館で、あと国立演芸場でやった時のあれも出会ってましたっけ、皆さん違うのかな、東洋館かな、最後の国立は僕出てない、ラッパ漫談はもう結構見させていただいて、あ見て、はい、はい、すごいなと思って、なんかギターもやりますよね、ギター漫談やらせていただいて、音物、ね、とかも出てたりとかはしますね、昼寄せに関しては、はい、なるほど、そんな感じで、じゃあ今日は仲良くなって、あぜひぜひ、まあ、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、終わって早く美味しい酒が飲みたいですじゃあ、じゃあはい、さっさと行きましょうか、はい、で今日もまたあの写真をですねいろいろ持ってきていただいたので、はい、写真を見ながらまたトークしていきたいと思います、はい、それでは行きましょう、あ、はい、これいきなりこれはいきなりね、これねごめんなさいね、今日ねバーって聞きます、これ僕が上京生活がスタートするにあたって一番大事な写真なんですけども、はいはい、地元の、陶芸、今陶芸やられてる、もともと教師の方がいて、教師、学校の先生、はい、中学校の先生なんですけども、はい、僕も持ってもらった方で、俺の兄貴の担任もしてくれた方なんですけど、あ、そうなんだ、はい、その方があの60歳定年迎えまして、はい、その後陶芸家になって、はい、お光ると僕光るなんですけど、はい、上京するにあたってお前にあげるわって作ってくれた、お頑張って売れろよっていう意味で泣ける、くれた湯飲みなんですけど、湯飲みですかね、はい、湯飲みで何だろうと思ってコーヒー入れたら、まあ未だに11年売れてませんごめんなさいね本当に、でも11年ものなんですよ、あそうそうですよ、ね、11年間僕と一緒に生活してる、その東京の先生はまだお元気で、もう全然元気でございます、素晴らしい、元気しておりますけどね、もともと地元どちらなんですか、地元は兵庫県加古川市、あやっぱ関西なのね、いや関西県で、いやいやいや室は関西ですよえこれが生まれも育ちも東京やねんって言ってたらね多分おかしいですね、いやいや俺なんかそういう設定なのかと思ってそっちの方が売れたかもしれない、ね、そうなんですよ、加古川でね、加古川の町です、やっぱ関西の人はやっぱ梅野さんリズムがいいね、この前の庄司君とかもそうだったけど、やっぱ、ね、あの子は奈良から来てたのかな、うん、奈良県の、はい、もう加古川市でね本当何もない町なんですけども、なるほどね、これがその、まあ、スタートでした、もういい、もういいです、それ、はい、じゃあ次はで これが、まあ、僕もう劇場でね、下北沢のシアターミネルバという劇場でお世話になって、はいはい、もう8年ぐらいになるんですけども、劇場でやった同期ライブの写真ですね、毎月1回やってまして、うん、今第1水曜日にやらせていただいてるんですけども、はい、これ僕出てきて、まあ、芸人になるにあたりまして、渡辺コメディスクールに通ったんですね、はいはい、そこの20期の同期なんですよ、これ轟さんいらっしゃいます、今います、あのー、後ろ
あの、あそこのなんかク、はいはいはい、クエスチョンマークわけめってギャグなんですけど、はい、それやってるとこの写真ですね、はいはい、なんでやねんのギャグなんですけど、はい、まあ、それはいいとして、はい、あそこに写ってるこれ同期の写真でございますね。うん、こんだけいるっていう、まだ未だに11年目なんで、今年10年目になるんですね。うん、じゃ同期でまだこれだけ元気これだけ一生懸命頑張ってやってる。で、去年から始めまして、まあ、今年2年目になるんですけども、まあまあ今はそれぞれ所属事務所みたいなのもうバラバラになって、バラバラ当時の組んでるコンビもバラバラだったりとかして、まあまあまあ、まあ残党ですよね。でもみんなこれだけ頑張ってるってすごいね。こんだけいるんだっていう、まだ頑張ってるよっていう同期の写真。同期で例えばなんかちょっとメジャーな人とかはいらっしゃいます。まああのー、まあ鍋プロなんで。あ、はいはい、ね、あのニャンコスターのあの安村村長、はいはい、同期なんですよね一応。で彼女が一番バーンと出て売れたかな。うんうん、なるほどなるほど。そのちょっとちょいちょい出たりとかはしてるんですけど。面白そう出たりとかもしたり、みんないい面白い格好して、これやっぱコントの人もいたりするす、ね、そうですね、もうコント漫談やって漫才やったりとか、うん、まあみんな頑張ってんだな11年で。はい、ほんであの気になるあのドラゴンヘルパーリュウスケっていうあのね、あのいるでしょ遊戯王の格好してる、はいはいはい、この子はあの配信で結構ポコちゃんの配信で結構頑張ってて、 あれは意外と儲かるからね。そうで渋谷の看板に乗るぐらいのレベルで、おすごい。で真ん中のこのなんかいやあの鍵格好で閉じるっていうギャグやってるやつは、うん、あのついん、あ、はい、なんていうの、あのインスタじゃないわ、出てこない今、Facebook、違う、もう一個ライブあるじゃない、TikTok ライブ、あ、はいはい、TikTok ライブでめちゃくちゃ稼いでます。彼はね、すごい、もう悔しいぐらいです、ね、今そういや、そういうので稼いでる人結構いますよね。本当に SNS 系の配信は稼ぎます。なるほど、これは同期のライブ、まあ、スタートですね。状況関連でスタートしたメンバーが今で毎月ずっとやってる、まあ、毎月やらせていただいてて、よかったらぜひ来てください。いい、ね、はい、次行ってください、お願いします。次です。まあこれがもう浜田先生でその同期のライブですよっていう、まあ、フライヤー持ってきたんですけども、はいはい、はい、5月、昨日やりました。あ、昨日だったの、はい、昨日やりました。どちらですか場所は。場所は下北沢のシアターミネルバという劇場でございます。やってるんだ。で僕管理バイトもやらせていただいてて、ちょくちょくまだ行くんですけども、はい、8年の付き合いがある劇場さんなんで、よかったら皆さん見に来てください、うん、下北、はい、下北沢の家近い、はいはいはい、ミネルバってなんか芸人があのチラシ配って客を引っ張ってきてやるっていう、そう、呼び込みライブだったりとかも、ね、みんな一生懸命やってて、あの小田急線の改札のとこでお笑いライブやりますってやってますよね。そうそう、それの組織の一つに入ってる劇場ですね。そうなんだ。僕ももう実は言うと、浅草でリトルシアター出たりとかいろいろしてたんですけども、うん、下北沢に移ってこの劇場で呼び込みライブをやってた元祖のメンツなんですよ。そっからの、もうそっから8年の付き合いなんで、お世話になっております。浜谷世代って何が浜谷？これ浜谷世代を、まあ、説明しますと、はい、その渡辺コメディスクールの入るときにこう面接があるんですよ一応ね、はい、形として、はい、そこのスカウトさんの名前なんですよ。僕らのスカウトしてくれた方が浜谷さん、浜谷さんって方で、でまだ未だに交流があって毎月見に来てくれてる浜谷世代で名前借りようということで浜谷世代という。なるほどね、浜谷さん、浜谷美穂につけるね。ね、名前つけられちゃったもんだから本人も言ってたんですけど、毎月見に来ないといけなくなっちゃった。お前ふざけんなって言ってますけど、いい感じでやってんだね、はい、ありがとうございます、はい、これが、まあ、これもライブのメンツなんですけども、今、大塚ドリームシアターという大塚の会場で、はい、毎月第3金曜日にやってるユニットライブのメンツでございます。でここは、元、僕がちょっと、まあ、ちょっとお世話になってたオスカーというところの、ね、バラエティ部門で先輩後輩の関係性で未だにやってるライブなんですけども、オスカーってモデルさん、モデル事務所のちょっとお笑いのバラエティ部門がやってたんですよ。はいはい、役名代さんがいる、はい、あのなあ、はいはいはい、そうですそうです。何回かライブで一緒だと。あ、本当ですか、はい、もういろんな方がこう今劇場出てて、その一つのユニットライブなんですけども、はい、あのヒーロックって言って、うん、あのひーさんの主催のライブですね、ちょうちんあんこうっていうね、あのコンビの主催ライブなんですけど、そこに出た時の打ち上げで、でこれ見てもらったら分かるんですけど、僕いないんですよ。ですよね、はい、僕がトイレ行ってる間に撮ってるんです。なんでいないんかい、もうほんとなんでですかみたいな。それがいじられたりとかする。で毎回参加は毎回参加させていただきまして、月1必ずこれもやってるライブ、ここはライブ会場みたいな
どこですか？これも大塚ドリームシアターという大塚に今がこう劇場がありまして、うん、そこでやらせていただいて、僕らは演劇世代だとほらよろずスタジオとかが、そうですね、結構石森翔太郎から名前つけた、そう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 、まあ、比較的歴史はあの新しい劇場なのかな、今ちっちゃなこうお笑いライブのする場所が結構できてきてますよね、各地にちょいちょいできたりとかしてて、ね、まあまあ、10年やってるのかな、うん、ぐらいのライブハウスなんですけども、ここもじゃあ毎月出てて、毎月出させていただいてて、漫談ギターやったりとかいろいろさせていただいてますね。なるほど、その映像でございました。はい、次の写真、ね、これがあの、そう、はい、映ってないんですよ、ね、これがあのチラシでございます。さっきのライブのユニットライブ、はい、ヒーロックというライブやってるんで、11組、はい、ユニットライブ、まあ、はい、月1で7時からやってますんで、よかったら第3金曜日覚えてください。第3金曜日、第3金曜日でございます。第3金曜日、はい、よろしくお願いします。あ、もうこれ大丈夫です、はい、でここの人も結構大事な人なんですけど、このおじさんなんですけど、これ先輩芸人なんですよ。あ、そうなんだ。はい、プーケットマーケットっていうコンビを組んでらっしゃる井戸内さんっていう方。全然知らないです、ごめんなさい。売れてない芸人さんなんですけど、はい、この人はもう切っても切れない縁でして、はい、僕はそのお世話になってたそのオスカーのとこ時に、はい、なかなかあの周りと馴染めなくて、最初入ったばっかで、ずっと手伝いとかしてたところに飲みに行かないって声かけていただいて、はい、そっから今のさっきのヒーライブに紹介していただいたりとか、はいはい、この先輩のおかげでもう仲良くなれたっていう、うん、へ、この方も現役の芸人さん、現役でやられていただいて、うん、この方エンジニアもやってて、もう毎月めちゃくちゃ稼いでる方なんですよそう、エンジニアで稼いでる、もうエンジニアでもめちゃくちゃ、もう仕事めちゃくちゃしはって、エンジニアが芸人もやってるって、やってる芸人がエンジニアやってるんじゃない、そうなのね。だからほぼ、だから今もうなんかエンジ、今仕事忙しい、仕事って何すかって言ったらエンジニアいや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 、コンテやってくださいよ。でもめちゃくちゃ面白い先輩なんですけども、でも、いやいや、俺はエンジニアの仕事のために今お笑いやってんだっつって、どういうことだよっつって。なるほどね。え、もう一回お名前なんていう方ですか。プーケットマーケットの井上さんでございます、はい、よろしく、よかったら、はい、プーケットマーケット、プーケットマーケットにはちょっと聞き覚えがあります。演芸協会のライブにも、あ、やっぱり、出ていただいたりとか、タリウセとか、はい、コントが面白いとかで、はい、はいはいはい、覚えてください、よろしくお願いします。なるほどね。これね、ハンバーグ僕が大好きだという意味で、僕手作りのハンバーグなんですよ、これ写真、すごい持ってきたんですけど、もう上京して、うん、一番最初にバイトしたのが渋谷のゴールドラッシュっていうハンバーグ屋さん。はいはい、ゴールドラッシュ、僕今でも行きますよ。マジですか。毎週火曜日安いんだもん。いや、そうなんですよ、サービスでありまして、はい、火曜日ね、センター街の本店の方ですよね、はい、出川さんがよく行ってらっしゃる、はい、紹介して、出川さん僕学校の先輩なんで、はい、僕は映画学校の、はい、11期生で、哲さんは9期生なんで、はい、でそこのお店の姉妹店で僕働いてたんですよ。なるほど。で今その姉妹店は今コロナでなくなっちゃったんですけども、はいはい、そこにあの面接行った、初めて面接ですって言った時に間違ってその本店の方に行っちゃって、はい、あ、実はもう2店舗あってもう別だよっつって、わざわざスーツ着て行ったのに、はいはい、ゴールドラッシュにっていう歴史があって、ゴールドラッシュはあの新宿にも2店舗ありますよね。そうなんです。歌舞伎町にも1店舗あって、そう、あって、あの新宿フェイスって僕らがいつもプロレスやってる、はい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 、そのビルの隣がゴールドラッシュなんですよ。そこに毎週火曜日にレスラーでハンバーグを食べに行くっていうのがあるので、もうボリューミーでめちゃくちゃ美味しくて、美味しい美味しい、本当美味しい、もう俺一番美味しいと思ってるんですよ、ゴールドラッシュのハンバーグが、うん、でそこで学んだ技術を生かして僕もハンバーグ作ろうって自分で独自に研究しまして、3年ぐらいしか働いてなかったんですけど、その後7年8年ぐらいもういろいろ見たりとか学んだりとか、いまだにハンバーグ大好き。美味しそうじゃないですか。めちゃくちゃ自信あるんですよ。だからいつかね、何がベースなんですか。これソースはね、僕全部野菜ベースで作ってるやつで、人参、玉ねぎ、ね、これじゃがいも入れてますね。このとろみが出てる、これ一回食べてほしいなという意味で、食べたい食べたいっす、うん、いや持ってきたよ、またの今日飲食よかったらね、今度作ってくださいよ、ぜひぜひ、あのデリバリー何でもします。本当ですか。はい、あの全然作らせていただいたらもう本当嬉しいなと思って。いや、これはぜひ、これはぜひ、ハンバーグ好きです。まあ、そうなんだ、はい、ハンバーグ好き芸人、ハンバーグ好き芸人ということで、はいはい、これはまあ、お店の紹介になっちゃうんですけども、はい、東京演芸協会が構えてる東洋館、はいはい、東洋館の近くにあるシーズという喫茶店なんですね。シーズで、これ先輩、まあ、仲いい先輩芸人のお父さんがやってはるお店なんですけど、元ホストのおやつさんで、ホストなんだ、はい、でここに今ピスタチオのモンブラン、あ、これピスタチオのモンブラン、はい、美味しそうだな、めちゃくちゃ美味しすぎて、ぜひ紹介したいって意味で写真送っちゃったんですけど。なるほど。東洋館から出たらどういう風に行けるの？東洋館出たらカラオケ館あるじゃないですか。あります。この十字路、はいはいはい、そのまま、はい、そのまま真っすぐ行ってください。じゃあ木八の方ってこと？カッパ橋の方に入るってこと？そうですね、この、はいはい、大通りがあってそのまま突き切ってもらって、はい、すぐ左手になりますね。あ、じゃあもう本当にあれだ、もう老舗、あのほら、なんだっけ、今
ビルぶっ壊しちゃったあの豚の料理屋があったところ。はいはい、そのちょっと通りですね。はい、あのそこに今日気八に行く途中で確認、ね、通るよ、通りますよね、うん、僕以外の人はちょうど行かないんかい、今日はちょっと打ち上げパスなんで明日早いから、そうね、小平で行かないといけないしね、いやもう仲良くなりたくないんじゃないですか、なりたいじゃないですかそれ、そんなことないよ、ね、意外と俺もトリトンさんのこと好きなのよ、そうなのね、嫌いだって言ってないじゃないですか、かわいそすぎる、サンデーちゃんの、うん、で俺だから、ね、花子がね、千葉から花子がまで行くのに、じゃあもう困っちゃえばじゃ止まんないですよ、楽器とかあるビール片手、はい、これはこれはそうなんですよ、これライブセンカービーチ部というソニーさんの事務所ライブの会場なんですけども、そこに出てた時のあのライブシーンで、この右手の人もねすごいこう10年ぐらいの付き合いがある先輩なんですけども、解散してしまいまして最近、はい、で再起のライブだっていうので、歌で MC させてもらった時の写真ですね、なるほど、はい、糸井さんっていう方なんですけども、うん、コンビ名は元コンビ名はパルシエンっていう、へ、まあ、パルシエン、パルシエン、いや分かんないし売れてないんだから、はい、誰が分かんないこんなの、いやなんか失礼だったんですけど、でそうで今ピンでやってるんですか、ピンでやっててユニット最近やっ新しいコンビ組んだのかな、あこれ組む前の写真なんですけど、はいはいはい、でその時やらせていただいてて、何年か前に YouTube 行ったら錦鯉さんがこんにちはってやってましたよ、こんにちは、錦鯉さんなんて M1 になる前なんかあの東洋館のに1000円で来てくれたんですよ、だねもう今1000円じゃ来ないですよ、来れないですよね、売れちゃってもうめちゃくちゃ売れちゃいました、うん、これビーチ部ってフォークダンスでなることがでしたっけ、うん、あの方のなんかメモリー的なところがあるんだよね、そうなくなっちゃったもんね、そうそう、若くして亡くなっちゃった、そうなんですね、まあ、そこで会場でやってた、俺はボキャブラ世代だからやっぱねそういうの見てますよね、はいはい、まあこのなんでこの写真上がったかって、この人ね僕のことを好きなようで嫌いなんですよ、何じゃそれ、要は飲み連れてったりとかしてくれるんですけど、はいはい、なんかねなんかこうこれ何年間も一緒にやって、うん、ツーマンライブ僕もコンビ組んでた時あるんですけど、はい、ツーマンやったりとか、はい、なるほど、すごいライブ一緒にしてたのに、うん、自分のその解散のラストライブっていうライブに、うん、僕呼んでくれてなくて僕から直接声かけて何呼んでくださいよっつって仕方ないなぐらいの出させてくれたなんで呼ばれなかったんですか、いやわかんないですよ、やっぱ嫌われてたの、忘れてたとかいろいろ言うんですけど、そういうあれなの、いやいやそんなことないでしょつって、まあ、あったらあったら優しいんですけど、はいはい、なんで、なんでか、なんで逃げ、なんでそんな感じの対応するんですかって聞いたら、はい、いや昔俺のこといじめてたやつにめっちゃ顔そっくりなんだよつって俺関係ねえじゃねえかよつってそういう顔なんだろうね、それまあいじめお世話になってる、はい、糸井さんという、糸井先生、はい、ありがとうございます、はいはい、これはこれはあのね、あれ今と同じ洋服だ、そうです、これ、まあ、衣装舞台衣装なんですけど、これは演芸協会に携わっていただいてる渡るさんっていう写真家がいるんですね、写真家の卵なんですけど、はいはい、その方が、まあ、それぞれ芸人の写真撮りたいってことで撮ってもらった写真なんですけど、はい、僕トトロキヒカルっていう芸名なんで、うん、まあ、それに関して縦列駐車みたいな、トトロキヒカルが駐車場に止まってますよっていう、あ、なるほど、ちょっとまあまあクスッと笑ってもらえたらなと思って撮った写真なんですけど、まあ未だに全員に見せても誰も笑わない、いやいや、これで説明していただかないとちょっとよくわかんない、駐車してますあ、違う、そういうことね、ちょっと面白いなって、はい、まあでもキャサリンの謎かけたわね、あ、いやいや、キャサリン最好きでしたけどね、最高、俺は好きでした、このね、カメラマンの渡辺さんすげえイケメン、こうめちゃイケメンなの、超イケメン、超イケメン、若い人、なんか、はい、あれウィル大杉みたいな感じですね、あ、そういう感じ、一緒にいたらこっち罰ゲームじゃんみたいな、そうそうそう、めちゃくちゃイケメンでね、この間まで小岩 のライブハウスでバイトしてた、そうよく詳しいでしょ、うちのギョトコートブラザーズがあそこでライブやった時にいたの、ああそういうことね、でロックが大好きで、はいはい、普段ロックのライブとかの写真撮ったりとかされてる方であって、別にそうイケメンだけどカメラマンなんでしょ、別に自分が被写体になる人ではない、カメラマンとしてうちの協会に入ってる、そう、芸人ではなく、カメラマン、そういう人もいるのか、受け取っていただいてるっていうやつで、でこれはまあ、だってその人会費払ってるってこと、あ、よくわかんない、そう、ちょっとわからないですよね、まあ、そうなんです、すごいね、まあ、これも撮っていただいて、いろんな人がいるんですね、演技協会、そうそう、ちょっとかっこいい写真撮っていただいて、あ、これはね、まあ、ギターマンなんだからやっぱこういうギターを弾いて、これ代々木公園で撮らせていただいたんですけど、あ、かっこいいじゃん、弾いてるうちに誰もいなくなっちゃったんですこんなにいないことあるっていうぐらいいないでしょ、いないね、はい、そういうことでございます、はい、午前4時くらい撮ったのかと思った違うの、まあ、これは、はい、いつも仲良くさせていただいてる美容師の
方に切ってもらった時の写真なんですけども、うんうん、あの2人、先輩後輩どっちも仲良くて、うん、同時に切ってもらったんですよ、はいはい、髪の毛を左右、はい、で面白い髪型にしてって言ったんですけど、うん、美容師のプライドが勝っちゃって普通にイケメンにしてもらっちゃったってねえじゃねえかよってなるほどね普通にかっこいい髪型にしてもらっちゃったっていう写真ですね、うん、この方がいつもこう思いっきり右を後ろ後ろもうビームとってももうめちゃめちゃ入ってるのこっちめちゃめちゃ入ってるのもう本当に人が我慢してるのもねお願いしますよ絶対わざとですよねわざとやっぱり嫌いなんだよね前でこれを横切ったら失礼だと思ってさモニターの前をこういうのをねこうそれいじめてんの、ね、全部いやいいでもうそのおかげで今めちゃくちゃ面白くなってますそうそう元気出してこいよ元気出して俺を応援してるよあれですよとどみさんの喋り方がすげえ心地よくて、はい、リズムがめちゃくちゃ進むんですわ本当ですかはいわかりました、はい、じゃあこれ は, こ, ちらはこれはあの渋谷で出会ったイケメンの、渋谷で出会ったショップ店員なんですけども、はいショップ店員が今、転職しまして、うん英福町のニーニーカフェというところで店員長やってるんですよ、はいはいはい、でそコーヒーがめちゃくちゃ美味しいところでイベントも打ってたりとかしてて、うん、そこで一回もうライブをやらせていただいたんですね、うん、でそれをきっかけに仲良くなったところのお店ですということで紹介も兼ねての写真ですね、はいはい、ニーニーカフェというマスター今店長でございます店長、ね、でもう一個あのマスターをオーナーがいらっしゃるんですこの店の風景ですね、はいはいおしゃれなおしゃれだねどうも、はい、すごい英福町いいじゃない英福町で、ね、駅降りてすぐなんでお酒も提供してるお酒も提供します酒でいいそうもうそれ重要だからそれ重要だよねキャソリーお酒ないとこ行かないからでコーヒーも美味しいんでね、はい、ぜひ行ってくださいイベントもやってますからもしよかったらねブッキングとかもいろいろ考えてらっしゃるんで、長くなればここどういうのお笑いライブとかですかちょっとどういう僕らはねミニお笑いライブをやったりとかあと、はい、もう音楽家の人たちが演奏したりとか、はいはいまあ、投げ銭制度とかいろんなギャラのあれはあるんですけども、はいはいまあやらせていただいてるところですねなるほどいろんなこれ僕らでもじゃあ例えばお願いして例えばお願いもうあのブッキングお願いしますって声かけて直接やったらあのうまくいけば普通にああできるんだトークとかもできるなるほどなるほど、はいまたイベント打ってよって言われてるんでもしよかったらはいわかりましたよろしくお願いしますおしゃれだなニーニーカフェニーニーカフェ、はい、ニーニーカフェね、はい、お酒もあるはい、はい、お酒もあります重要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 あこれなんですけどね、これは千代の富士関の、はい、ですよね知ってます、うん、絵のこれ絵なんですよ絵なのこれはいこれ何かと言いますと次写ってもらっていいですかこれ寿司屋さんの大将が描いた絵なんですけど、はい、僕寿司屋にもかかわらずめちゃくちゃ多彩な能力を持ってはりましてその方がはいギターもうまいし絵もうまい、うん、で千代の富士関とめちゃくちゃ親交があってもともと江戸川区の水江という駅の近くで寿司屋構えてたんです、はい、秀寿司っていう方なんです、はい、大将秀って呼ばれてて秀寿司なんですけども、うんうん、そこのお店が一回コロナで閉まっちゃったんですが、はい、今行徳に新たに新しい店を構えたんです、ね、行徳だって行徳千葉の、うん、水江から行徳って微妙なここから微妙な、はい、そうなんですよこれが大将なんですけどもこのお店ねで僕は毎週日曜日にバイトに行かせてもらうことになったん で, でここの大将にもめちゃくちゃお世話になってて、はい、ただで飯食ってこうあ寿司食わしてもらったりとかテレビもらったりとかすっごいお世話になってるんですよ今水江じゃなくて行徳今行徳に移って新しく店をオープンさせて行徳さん日曜日はここで働いてる日曜日僕ここでバイト一日中バイトしてるんで行徳の駅から言うとどの辺ですか駅から言うと出て、北に行くのかな北口に行くの、東に行くか分からないけどちょっと北行って公園があるんですよちっちゃいで行徳マンションっていうところ調べていただければすぐ分かる行徳って面白くてあの、はい、住所が行徳駅前っていう住所なのあの辺の住所が結構お店さん行徳行かれてるもん。いや俺うちあれバスで10分ですから。え本当ですか、はい？近いんですか。え家から？家から。そんな近いですか？歩いて行けるじゃないですかバスで10分。じゃあ一緒じゃん行けるじゃん。行ってるあのリミックスってあの、うん、あれはあの都の隣の妙殿にある。はい、そこの行徳の行徳マンションって有名なあの飲み屋も横にあるんで東西線でしたっけ東西線です東西線で電車に行くとかかるんですよ西船橋にいて乗り換えなきゃいけないただバスだと京成とかああなるほどなるほどバスでね自転車ですねじゃあだから今度あのそのリミックスの原行徳ホットブラザーズの方々にはちょっと紹介して、うんうん、いやぜひ、はい、食べに来てください本当になんかすごい美味しそう光り物がすげえこれあのお客さんが釣ったアジをそのままそこさばいて食べさせてもらって新鮮プリンめっちゃ光ってるもんね。綺麗もん。じゃ日曜日にここに行ったらとどろきさんに会える、ね。僕は大体バイトさせていただいてます、ね。何か仕事がない限りはやってます。はい、でこれもまたあの大将が描いた絵ですね。絵ですね。これねもうめちゃくちゃ綺麗で次の絵いいですか？
すごい。これも大将書いてて、で、江戸川区の前の店でめちゃくちゃ飾ってたんですよ、写真、あのこの絵をね、うん、油絵なんですけど飾ってて、それを処分するって言い始めて、はい、写るからっつって、捨てちゃうって言うから、いや捨てないでくださいと、はい、店に飾りましょうよっつって、うん、で今上あるから持ってきてくださいっつって下ろしてきたらこの2枚なんですよ、うん、で魚の絵がめちゃくちゃ捨て処理になってたわけ。そうなんです、もうこれ捨てようとしてたんですよ、処分したんですよ、誰持ってかないし、うん、であの魚、さっきのさばいてる絵のこの絵を一番寿司屋さんに似合ってるから、うん、こんなん絶対飾ったらいいじゃないですか、じゃあ飾ろうっつって場所決めたんですけど、はい、この2枚飾る場所を決めた途端にもう僕はちょっと大将に突っ込んじゃったんですけど、はい、店の誰もが一番見える中央にこの女体を飾ろうとしてでさっき の, あの魚の絵をトイレに飾ろうとしたんですよね逆やろ大将っつって、はい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 、それぐらいユーモアのおもろい大将なんですけど、ね、おいくつぐらいの方ですか。もう今年74なんですよ。もう超ベテランだ。で締めたりもちょっともう、まあまあ年も年やからっつって締めたんですけど、うん、やっぱりこうやっぱ自分が握ってる寿司をもっと誰かに食べてほしいっていう意味で、うん、やっぱ命ある限りはやりたいっていうので、うん、素晴らしい素晴らしい。74じゃまだ若いっすよ。牧忠師匠の2つ年下ですよ最近牧忠さんよくの一緒に飲んでますでこの前も一緒に飲んでね、はい、師匠今いくつですかって76、俺の親父が死んだ年ですわっつってなんてこと、そしたら微妙な顔してたなんだかお腹ボヨンって出してました。それが大将まあまあ一時ぜひ行ってください。よろしくお願いします。これはね、これはまた渋谷の奥渋で僕がバイトしてる店の、うんうん、鉄板商品なんですけど、いろんなとこでバイトしてますね。はい、つくねの5種盛り。うまそうだな。奥から辛味噌、ニラマヨネーズ、うん、で大根おろしにパルメザンチーズに、こちらが月見で食べるってやつなんですけ ど、で次の写真行ってもらっていいですか。おいしそう。でこれがその店なの、2階の今って焼き鳥月見というところで、どこ行ってましたっけ。奥渋の、昔東京本店が今崩しちゃったんですけど、東京本店の目の前ですね。これは東京本店、はい、渋谷、渋谷でございます。焼き鳥つくね、はい、今朝行こうよ、近いじゃん、ね、ぜひぜひ、焼き鳥つきみというところで行きましょうよ、行きましょう、はい、で、まあ、ここで働くきっかけになったのも渋谷で僕が飲み歩いてて、はい、お口飲んでたらもう同い年のおもろい関西人がいて、うん、その子がここで働いてたんですよ、はいはい、でお前バイトせえやっつって、それ今もバイトしてるんですか。ここ今バイトしてます。週1、2でバイトさせてもらってて、夜やってるんで働くね、日曜日は寿司屋でバイトして寿司屋で働いて、いやなんかね、なんかオッケー、働こう働こうっつったらなんかね2店舗もう忙しくなっちゃって、はいはいはい、まあ、めちゃくちゃ美味しいお店 でも美味しそう。今の月見のご締まりめちゃくちゃ美味しいん でめっちゃ忙しくなるときは忙しいんですよ、うん、でただもうその店長とかさすがオーナーだと思うんですけど、めちゃくちゃもう仕事ができて、はいはい、でオーダーよりも早く商品出したぐらいで、そうなんだ、オーダーエラーっつったらこう注文してないよみたいなめちゃくちゃ面白い方。期待店行き、何曜日にいらっしゃるんですか。ここは大体カーキンかな、カーキンね、で金曜日が多いのかもしれないですね。カーキン金曜日ぐらいに行ったらじゃあトドロキさんに会える、ね、なんだそれ一旦握手したいわけ。いただいてます、ね、いや安くしてくれるかな。ああ一応トドロキ割はあると思います。トドロキ割、はい、もう本当に、うん、本当やる、そう500円1000円ぐらいは安くしてくれる。スタートで LINE 交換してぜひぜひぜひもう全然来ためにいてください。本当もう来た来た、トドロキで来ましたっつったら、はい、ここは俺はまたこれこれはもう渋谷にある、うん、もういつもお世話になってるスナックやわらぎ。渋谷が多いんですか。僕渋谷で出会いがめちゃくちゃありまして、はい、今もう今全部紹介してるも全部渋谷で出会ってます。なんでそれぐらい渋谷にゆかりがありまして、渋谷なんだ、はい、まあ、ゴールドラッシュで働いたのが一番あれなんですけども、渋谷って僕ほとんどやっぱね若い時とがいっぱいいるのと、人がとにかく多くないですか、ね、多い、で勇気取れないですよ。そうなんです、梅さん渋谷行く。昔中本浩二さんのお母さんが七市って店やってたんですよ、はいはい、それのところはよく行った、まあでも今は全然行かなくなっちゃったから、どこってそんな嫌わないでくださいよ、轟さんのことを。めっちゃ嫌わないよ。その意地で1店舗になっちゃう。池袋よりはマシ。うん、確かに。僕は新宿っ子なんですよ、やっぱ。そう、いやいや、僕も新宿なんだ。新宿派なんですよ。僕ね、ゴールデン街派なんで。はい、はい、はい。そうそうそう。そんで、この、まあ、このメンツ働いてる真ん中にいらっしゃるマスクしてるママなんですけど、はい、ものすごいね、もうこんなに人の心を癒して元気づけることあるのかって感心するぐらい、いいママなんだ。引き笑いがすごいママで。引き笑い。さんまさんみたいな。さんまさん、顔負けの引き笑いで、皆さん楽しませていただいて。もう何言っても引き笑いで笑かしてくれるんですよ。それちょっと、まあ見たいよね、見たくない。いや本当に一回もうスナックや笑い。でこの方が僕もいつも飲みに行かしてもらってる渋谷のんべい横丁ってゴールデンなんで、あるあるある、そこで淡路って店も構えてらっしゃってて、もう、はい、でものんべいその前からある
もう75年ぐらいの歴史だよね。はい、もう昔俺もよく行ってた。渋谷のスナックですから お高いんでしょ。これホテル街のある道玄坂のホテル。ホテルか。いや、1時間3000円で飲み放題です。あ、じゃあ元八駅にあるあのサンブリッジっていう店と一緒だ。はい、もう比較的柔らかくて。けど、そこよく行ってるんですか。まあまあ38と7かな。あ、まあ、若いですね。はい、ずっとこの道一本の水商売の女なんですけど。商売の女。はい、もうスナック柔らかい。今度一緒に行こうよ。ぜひお願いします。で、なんか知らないんですけど、終電までに1時間だけ行こうって行くんですよ。はいはい。だいたい気づいたら終電逃しちゃうような。なるほどなるほど。楽しいんでぜひ来てくださいという、ちょっと紹介したいなと、こんな店の中で。でもこう常連さんばっかで僕みたいなのが行ったら。いやいやいや、もう大歓迎です。それこそもう一緒に行きましょう。はい。ここでは働いてないんですね。ここでは、まあ残念ながらここでは働けなかったんですけどね。働こうというか、もう女の子がね、やっぱ働くようなところが一番なんで。あ、なるほど。ママ以外にもいるんですか。30から40代の、一番もう綺麗な方々がたくさんいます。まあ皆さんこういうそういう方好きなんじゃない、やっぱり。いや、僕はスナックとか好きですよ。そうですよね。絶対ドンピシャで面白い。30代から40代の女性が好き。まあ30代から40代ね。もう俺に言わせれば小娘ってやつですね。小娘が一番いいんじゃないの？うん、写真でしたっていうことですか、ね。なるほど。はい、ありがとうございます。すみません。あそうだ、まだあんのか。これも渋谷で出会ったメンツなんですよ。はいはい、渋谷のんべい横丁で飲み歩いてたらみんな仲良くなっちゃって。ほんでこれは立ち悪そうな人たちだけど大丈夫なんですか、それぞれ仕事が別々なんですけども、はい、自ら美容師、うん、で今おやじさんの仕事を継いでる方、はい、でキッチンカーやってて、このキッチンカーの兄弟なんです、2人と。へえ。今なんか服屋さんの仕事とかいろんな自分の夢を追いかけてる若い子で、これは会場が、うん、会場って会場、ライブ会場じゃないわ、行ってるところがエコダにあるカラオケバーなんですよね。はいはいはい。カラオケバーで ここにこの前モヤモヤサマーズ の、うん、お二人が入るぐらいの、マスターがそのままこう生バンドで演奏してくれるんですよ、歌ってる時に。いろんな店があるね。で、まあ、そこでちょっと楽しませて。キッチンカーのご兄弟は何の店を出してるんですか。キッチンカー次行ってもらっていいですか。はい、これがキッチンカレーなんですけど、うん、カレー屋さん結び亭っていう唐揚げ弁当の。あ、唐揚げね。めちゃくちゃ美味しくて。唐揚げ、はい、唐揚げも好きなんだよな。都内いろんな、あれ美味しそう。これもうこれ美味しくてね、もうこのカレーまさくんつんですけど、もうめちゃくちゃ仲良くなって、昨日いい兄ちゃんで、はい、キッチンカーでね、もう曜日で月から、はい、日曜日までそれぞれ曜日が変わるんですけど、ね、まあ、そうだな。これもうこれでおいくら万円ですか。これで、大体800円から1000円ですね。よいいじゃんいいじゃん。価格もお手頃で、唐揚げが4つ入ってて、そうそう、下はご飯が大盛りもできるんで、ぜひよかったらね、うん、もうこれ食べてほしいなと思って。どの辺で出没してるキッチンカーですか。結び亭っていう、インスタグラムで結び亭って調べていただければ、はいはい、それぞれ曜日が違うんです。曜日によって場所が違うんで、違うね、だからもう横浜にもあれば、うん、なるほど、青山にもあるよ、はいはいはい、いろんな曜日によって変わるんで。結び亭の唐揚げ、結び亭、いいね、結び亭の唐揚げ食って心と心が結び亭みたいなことずっと俺言ってたら怒られたぐらいの、はいはい、でこれがこの関連のまさくんの知り合いで、結び亭の仕事をしてる方の中にめちゃくちゃ綺麗な女の子がいるよと、はいはい、一緒に飲みに行こうっつって横浜の館内の、これもカラオケバーなんですけど、行った時の写真なんですけど、館内は僕もほらリーサルドーズパーティーやってますから、館内のスナックは僕らあゆ一丁にはめっちゃ詳しいですよ。本当ですか、はい、この店でめちゃくちゃ飲み明かしたんですけども、はい、終電を館内で逃してしまって、はい、置き去りにされた時の写真です。なるほど。これ大変だ。そう、もう歩いて渋谷まで帰ったっていう。館内から館内から帰る。すごい、もう気合入ってんな。でワンチャンね、なんか家泊まらせてくれたりとか朝まで付き合ってくれるのかなと思ったら、ちゃんと置き去りにされた。置き去りされたんだね。まあそうですね。まあまあそういうもんだよ。でこれが今渋谷でよく飲む先輩方と飲んでる写真で、芸人さんだったりとか、でこれも渋谷にあるガリットっていう店があるんですけど、はい、そこでよく飲む、ね、これ何屋さんですか。これも普通に居酒屋の、もう何でもある、はいはい、美味しい鶏かな、鶏メインなのかな、料理もうまいし酒もうまいですよっていうところのメンツで。美味しそうだな、みんないいね。渋谷に住んでるんですか。いや渋谷に住んでないんですけど、よく渋谷で飲んでる。なるほどなるほど。で渋谷で知り合ったメンツが多いっていう。なるほど、ね、そこからいろんなつながりができて、はい、で今行徳でバイトしてるなるほどね、はい、渋谷からなかなか時間かかります、はい、そうか、はい、ありがとうございました。ちょうど1分前に終わるという、ナイスな感じ。素晴らしいですね。ありがとうございます。どうですか皆さん、友達になるそうですか。いや嫌いとかじゃなくて、嫌いじゃないんだけど、ないけど、いや僕としては仲良くしてほしいから。年齢層も違うし、あんまり合わないし合わないしね。
俺友達いないから友達作りに来たわけじゃないですよ。まあ、まあそうですよ。別に俺もおせっかい生みたいになってますけど。ゲストとして来てくれてんですから。ね。じゃあまあ、すいません、僕の出会いの写真でした。ありがとうございます。いやいい、面白かった、面白かった、面白かった。いやいやいや、楽しいな。はい、行きたいとこいっぱい。一緒に行きましょう。よかった、友達になって一緒に。いやいや、友達。友達になろうよ。ねえ、お願いします。はい、じゃあもう残り30秒です。じゃあカメラに向かってどうぞ。何かあります？今後とも東京演劇協会をよろしくお願いします。トトロキヒカルでした。というわけでございます。そういう客でもね。はい、そういうわけでございまして、パーソナリティ私、サムライ一番。トリトン海野。キャサリン。そして、トドロキヒカルでした。ありがとうございました。最後にギャグ潰ししてましたね。ギャグ潰しましたよ。ショートピッチ、ショートピッチ。みんなで仲良くなろうね。また会いましょう。アディオスアミーゴ。グラッツェ。渋谷もいいけど、ゴールデンだよ。